まあ、オスプレイというのは、えー、ティルトローターっていう、まあ、方式の輸送機ですねで。ヘリコプターのように離着陸があ狭いところから、まあ、そのまま飛び上がったり着陸したりできるヘリコプターのような性能を持っていてなおかつ、えー、移動する空中を移動するときには 通常の輸送機のように、えー、とてもヘリコプターでは出せないスピードで、えー、クルージングができると、えー、これはまあものすごい性能なわけですけれどもそれを実現するために作られた飛行機の形というのがもうそれこそあの気,気,も気分が悪くなるぐらい。 嫌な形をしてるなと私はまあ思ってしまうんですが、まあ、それはちょっと置いとくとしてもそのオスプレイ、えー、ご存知のように今日本にも、えー、合計で44機だったかなありますね、えー。米軍の横田基地に配備されているのが6機、まあ、今回落ちたのは、えー、その一つですけれども。 それから、普天間の海兵隊が持っているのが24機。これは一応、今回落ちた飛行機ととは、とは、仕様が少し違うんですけれど、まあ、オスプレイという点では同じ。で、自衛隊も14機ほど持っています。で、この飛行機が日本の安全保障に対して、どういう意味を持っているかということについては、 これはあの簡単に一言では言えない話ですけれどそれはまあ最後にしたいと思いますがえまあ今回そのえまあ岩国の基地からですからまあ海兵隊の基地にえ止まっておったんですね。それがえ沖縄に向けて飛んで 3機の編隊で確か飛んでいたはずですが、そのうちの1機が墜落をした。これ、あれ、参ったなと思ったのは、あの、防衛省の、あれ、大臣じゃないんだろうと思うんだけど、政務官か副大臣かどっちかだと思いますが、会見に降りてきて、その、このオスプレイの件について言うときに、 墜落っていう言葉を使わなかったんですよね最初今はもう,もう,ど,うどう見たって墜落だから、うん、<laughs> あのそう言ってますけれどあの言い直すようにしましたけれどもなんかギリギリまで、えー、姿勢を立て直すように努力をしてるんだから墜落なんて言えないんだっていうなんかね感情的な言葉を言ってたんですよあれ気持ち悪いね なんだろうそういうと米軍が喜ぶとでも思ってるんだろうかねなんかあれこ,れこれに許することはあの以前あ沖縄で着水した事件がありましたよねあれもまあ海上に墜落で十分なんだけど絶対あれは確か最後まで墜落と言わなかったんじゃなかったですかなんかねオスプレイについいてはそ,れそういう こと言うのがなんかいけないようなことに。まあ、どっかで規制が働いてるような感じがするんですよ。でも、まあ、ただ、今回のはもう。映像的に、あの。一つは映像的に。えー、あの、あれ、なんていうんですかね。えー、ラフターということなんですかど、あの。人命救助用の。まあ。海に浮かぶテントみたいなやつありますよね。 で,救命具ですねあのお部屋になってるやつあれが見つかってますしそれから機この残骸は、えー、機体の後部で何て言うんでしょう,こうねじ切られたようなあの切断面というかスパッと切れてるんじゃなくてまあもぎ取られたような感じに。 まあ、私には見えましたけれどもそういう状態で見つかっている、まあ、これはもう墜落したというしかないしかも目撃者も <laughs> 目撃団もあって、えー、なんか火が出たっていうこととそれから話の中で印象的だったのは背面飛行のような状態になったといったあそれから落ちていったっていうことを。 マスターガ様っていう感じですね。まあそんなことのようです。<laughs> で、まあオスプレイの事故というとまあいろんなことがあります。まあそのいわゆるね、えー、未放人製造機って言われるあのこれ飛行機の開発過程ではあのしばしばそういうことがあるんだよ。 事故はゼロってわけにいかないんだよっていうふうにこのオスプレイをかばう向きもあるんですけれどしかしその都度17人とか亡くなってんだよね開発段階のえ事故これもかなりすごい事故が起こってますけれども開発段階で大きな事故は4件起こっててそれで30人亡くなっている30人ですよ うんまあ、それの中には、えー、開発企業の担当者がいたりあるいは、えーまあ、国防総省の人間がいたり、えーまあ、軍人がいたりしたんだろうと思いますが30人亡くなっているで、あまりに亡くなる人が多いので、えー、もう開発をやめたらいいんじゃないかという話まで、えー、あったということのようです。 で採用、まあ、これあの、まあ、かなりの距離を飛んで兵員を、まあ、輸送するっていう、まあ、そういう、まあ、プログラムの一環だと思うんですがそれによって、まあ、競合の飛行機も多分あったんだと思いますがオスプレイが採用されてで実戦配備されて。 でからそれからまたいろんな事故が起こってますねアフガニスタンで落ちモロッコでも落ちているいやそこでも大勢亡くなっているということですでこれ、まあ、先ほどその未亡人製造機っていう話を言いました、まあ、今回も8人乗っていて1人の遺体が発見されてますけれども あと7人はあ未発見、えー、なかなかね生存はなかなか期待できない状況だと思いますけれども、えーまあ、死者行方不明8名ということですよねでこの飛行機がうんそもそも その構造的な欠陥を抱えているのではないかと、えーまあ、あの事故の中には単純な配線ミスとかね <laughs> いうのもあつまりあの配線をねあの間違えてつないであったっていう事故もあのかつては開発中にはあったんですけれどもそういうことじゃなくて飛行機自体が持っている構造に問題があって、えー、深刻な事故が度々起こるんだと。 いうまあ、理解が、えー、結構アメリカの軍人の中にもあってですね、まあ、これ有名になったあれですけど、えー、国防総省の研究所の分析官の方がその人がなんでオスプレイは危険なのかっていう論文を書いててですねこれはあの、まあ、まさに ストレートにその軍事的な要請に対して、えーまあ、そういうものとして、えー、危険を分析してるんですね。で一つはあのこれ前にまあ,ありましたオートローテーションっていうやつねあのエンジンが止まった時にあのヘリコプターだと、えー、そのプロペラーがあの自然に こう回転することでゆっくりあの降りると。で、これあのヘリコプターの操縦士の訓練の時にもわざわざエンジンを止めて、えー、オートローテーションを使う訓練をしたりすることもあるらしいので、実際私は見たことないですけど、えー、つまりヘリコプターであればごく基本的なことなんですね。ところが、えー、これ、 どういう気候上の問題かというのはちょっと私には理解が不可能なんですがオスプレイの場合はそれが効かないということがあるようです。それからなんせあの2つのエンジンでこう回ってますよね。ここにものすごい空気の渦ができているので大変微妙なその 乱れがあるからそういうところで操縦は誤りやすいんだっていう、まあ、これはそう2う二ンジン持ったらねあのそうなっちゃうんじゃ困るんですけれどもそういう見方もあるそうですでまあ結果として突然機体が横転する危険性があるんだというふうにこの分析官の人は言ってます。それれからももう一つつは3つ目ですけれども 横方向の操縦について、えー、パイロットのこうミスっていうか、えー、つまり姿勢を立て直そうとするときに、えー、それを立て直す方向に、まあ、何らかの舵を切るわけですけどそれが大きくなりすぎるっていうことなんですね。これも他の飛行機とはちょっと違う。 ことのようですねそれからこれが一番まあいくつかあるんですけどあのこれはもう映像もあってびっくりしましたけどなんせエンジン2つ持ってるじゃないですか。でそれでこう降りて、まあ、着陸するためにこう。 陸上に降りてきますよね。そうすると。あの。オスプレイの場合はエンジンと、それから。ナセルって言うんですけど。エンジンを包んでいる箱みたいなものなんですね。まあ、それが。あの、どっかで流線形してたりするんですけど。で、このナセルも一緒に動いているので。オスプレイの場合は。あの、つまり。背景を。 真下じゃない方向にこう分散させる役割も担ってるんだけどそれがオスプレイの場合は真下に来るのでものすごい砂ぼこりとか煙とかそういうのが地面にあったりするあの細かい粒子のものがあったりするとバーッと巻き上がってその真っ白の中に降りたかなきゃいけないわけですよ。パイロット何も見えないよ、ね ホワイトトアウトみたいな状態そうそまさにホワイトアウトなんですけどそういう問題も起こってこれはあの実際の実物を見るんじゃなくて、えーまあ、デ,ジデジタル化された映像を見て降りていくような方式を作んないとこの問題は解決されないんですけど、えー、オスプレイの場合はあそうでないということですね。で今あの アメリカの陸軍の新しいプログラムで開発競争をなされている VARA っていう、えー、飛行機があるんですけどこの飛行機見ると、えー、かなりいろんな問題が、えー、解決されていて、まあ、それも形は気持ち悪いんですけどね。今言ったようなな問題はかなり 解決されてるんで,すよでまあある意味当然なのかもしれないですけどアメリカで開発されたこういうそのティルトローターの,の飛行空機っていうのは3種類あるんですがそ,れもその全部があのベルっていう会社ねヘリコプターの専門会社みたいなベルが関わって開発してるものがあるんですね。でこの。うん 新しいやつはまあ,あのオスプレイのような問題は多分かなり解決されてるんだけど名前がね「バローですからね「勇気」ってことなんで <laughs> やっぱり乗るのに勇気がいるって意味なのかなって <laughs> あの皮肉を言いたくなるぐらい、まあ、その事故がどうこうってう話はないんですけれど、えー、まあベルっていう会社は。 まあそう,いう格好でこの種の種飛行機を作り続けているんです、ね、うんまあよほど儲かるんだろうなっていうこともありますけれども、えー、これがあのいわゆるブラックホークっていうアメリカのまあユーティリティというか何でも使える便利な軍用ヘリがありますけれどブラックホークダウンで有名なブラックホークですけどね。 <laughs> それが、えー、そう2030年ぐらいかな退役するんでその後継機を、えー、また選ぶというところでその VARO っていう飛行機が出てきますんで、えー、まあまたいろんなことが起こるんじゃないかと思います。あそれで問題は、えー、日本に その海兵隊の24機を含む全部で40機ぐらいの44機か44機のオスプレイああ1個落ちましたから43機ですね。これがいるということの意味なんですけどまあ一つは日本のそれこそ 北は北海道から南は沖縄まで全部で確か7つの飛行コースが設定されていてそこで地上物を目的にしながら目標にしながらオスプレイの訓練が今現になされているということこれもう我々の頭の上にこのオスプレイがいるんですよ。これによって兵員を運んで まあ海兵隊員を運ぶ一つの方法として考えているんでしょうね。でこれはその自衛隊からするといわゆる南部の、まあ、南西諸島の島し防衛っていわれるものの、まあ、道具として考えられているんですけれどもまさに日本が巻き込まれるかもしれない戦争の。 中にこのオスプレイというのはこうかっちり位置づけられている存在だということをやっぱり忘れちゃいけないんじゃないかなと思います。えー、単に事故のしかもね、まあ、はっきり言えば血管機でなおかつちょっと時代遅れでもあるんだよね。<laughs> あまりにもあの問題が多くて。 <laughs> えー、まあ日本が関わるかもしれない戦争とのいわば接点にあるような飛行機じゃないかなと思います <laughs>、えー、自衛隊防衛省は米軍に対して、えー、事故原因が究明されるまでは、えー、飛行訓練を、まあ、中止してくれと。 要請をしたよよううでですすが、えー、全然聞かれてないなね知らん顔してそのまんまやってるようですしまあこの例えば残骸だとか、えー、まあねい行方不明者の遺体だとかそういうのが発見される時に、えーまあ、日米地位,地位協定の問題が。 また出てくるんじゃないかなっていう気もちょっとしますね。<laughs> えー、海上保安庁は頑張って早くあの機体を回収できるといいんですけど、まあもう沈んじゃってる可能性が高いんでね、なんとも言えないですけど、えー、っていうところです。<laughs> えー、で、今お話した内容の基本的な骨格部分を。 私がマグマグさんから出させていただいておりますこの2つのメルマガの内容として反映させたいというふうに思っておりますので、えー、有料のメルマガですので大変恐縮ですけれども、まあ、年末のね物入りの時期にまたらに恐縮ですけれども、えー、ちょっと読んでみていただければというふうに思います、えー、というところで1曲目参りましょうか あアドシャンク、ah, they didn't believe me.